はい。防獣ライトをひな車に、ひなの外パドックにつけます。ひなが外に出てるようになってからだね。そうそう。獣が来ちゃうんですよ。美味しい餌を求めて。ね。なんかいいね。なんかかっこいい。そう。このウニョウニョアームなんですけど、でもちょっとつけるとこがあんまりないんで。よいしょ。かっこいい。これ大丈夫かな。赤にいいな。赤の匂い。ね。でこれがオンオフがあるんで忘れずにオンにしながら。よいしょ。本当だ。オンオフ。今みんなオフかな。いや。これただ光るだけ？なんか色づくの？ん？ん？え？あのほらイルミネーション的な感じで色づく。あ、そうそうそう、光るだけ。ソーラーパネル式だ。じゃーん。はい、今日はあんまり太陽出てませんけど。暗くなったら光るのかな？それともオンにしたらもう光っちゃうのかな？やってみましょうか。光ってるようには見えない。分からんな。うん。あ、まだあれかな、充電が足りないのかな。あ、それあるかもね。薄暗いとこに置いてあったから。よいしょ。なんか一番暑い時期が去ったとはいえ、去ったというか収まったとはいえ蒸し暑いね。うん、まあ、直射日光今日はないから。うん、直射日光がある中でこの外での作業は嫌だね。え、よっ。多分本来のこのうにょうにょうの使い方は結構つけてみるか。うん、なんかエイリアンみたいね。後ろまで届かなくね。届かないけど暑いか。あ、いい感じ。ん、うん、シンプルね。まあつけといていいか。この高さかな。もうちょっと低い方がいい。どこがいいかな。ここだと高いと思うんですよ。高い高い。まだ 2か1段目。でも1だとさ、雑草で見えない可能性がある。2ですかね。2にしましょう。 OK。 じゃあこれどこをどうネジでやっていく感じなの。これにネジを打って、うん、ネジにこのうにょうにょを引っ掛けるか、なんかこれもしや取れんの？取れないか。さあ、多分取れない。なんだろう、あっち側からさ、ズーって。壊れそうじゃない？なんかあれか、紐があれば吊り下げられるんだね。そうだね。紐、針金でもいいですね。うん。持ってくるか。まあ、一本やってみようぜ。やってみよう。黒いうねうねをどうにかする作戦で。じゃあ。みんなちょっとうるさくなるように我慢してね。あ、異変を察知してみんなが中に入っていく。えらい。すごい。えらすぎる。じゃあ。この辺？あ、なんか変な虫いる。ここでいいかな。いきまーす。はーい。あ、いいね。うん。エイリアンみたいだね、本当に。うん。あ、でもいけるかもしれない。そう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 。一本余っちゃった。足も遅いんだね。なんか中の針が見えてきたし。うん。ね。落ちないかな、これ。
まあ、うん、悪くはない。風が吹いたら落ちそうだけど大丈夫。上、あの下からの攻撃に弱い。確かに。あ、大丈夫そう。うん、うん、意外と。はい、ということでこんな感じでいきますか。こんな感じでいきましょう。触手を絡めていく際に落ちちゃったら、また風でまた落ちちゃってたら付け直しましょう。1枚に1個にしちゃおうか。便利だね。うん、便利。この間本棚を組み立てた時欲しかったよ。本棚組み立てるぐらいだったらもうちょっとちっちゃいやつで十分な。あの、なくしたやつ。あ、そう、私がなくしたやつ。どこへ行ってしまったんだか。あ、おいしそう、おいしそう。うん、ハサミなくしたんだよ。え、あの、卵に使ってたやつ。そう、水色のやつ。いつの間にかどこかに消え。消え。最近自転車を倒したわけでもない。なんか自転車倒してさ、後ろぶちまけるとさ、何かなくなってたりするじゃん。どっか行っちゃうけど。そんなわけでもないんだけど。どこだろうね。だから最近俺が回収した卵のガムテープはね、あ、汚い。うん、買ってこようか、朝に。頼めるんであれば。うん。ああ。いや、オニクボノスがギリついてないけど。取りました。いいですね。うん。よし。そう、この間あのフレアエリア。うん。その随分前だけどさ。うんうん。板を全部。突破だったんだけど、はいはいはい、やっぱビス止めってなんか楽しいよ。あ、うんうん、楽しい。そう、なんか私働いてますよ感あるよな。達成感が草刈りと同じかな。よいしょ。あのダチョウの頭をさ、うん、あ、生きてないやつね。うんうん、お笛があるから、あの、つげのやつ。そうそう、つげのやつつけるのも楽しかった。ああ、じゃあ好きなんだね、 DIY が。なんだろうね、なんかできなかったら楽しくないけど、できちゃったから楽しいんじゃない。うん、え、でも DIY 簡単なやつは大体ね、できそうじゃないかな。ニトリの組み立て家具的な道具が使えれば。そう、あの、ひなしゃのね、ひなボックスも作ったしね。うんうん。あ、いい感じ、綺麗に止められてると思う。うん。外西の方はいいの？あ、やります。足りるかな。あ、でもまだあれも、これじゃないやつもあるし。うんうん。あ、残念ながらここの柱には使った。怖いんだ。これ細い。うんうん。なんか、ここでいいか。雲行きが怪しい。うん、なんか今にも降りそうな感じ。なんか今にもね、骸骨の雲が現れ、デスイーターが出てきそう。うん、あ、いい感じ。いいか、まあ、そんな高さまで攻撃を食らわしてくるやつはいないぜ。いないいない。 OK。 はい、うん、うん、では、あ、涼しいな。ねえ、あれ、わお、でかいな。すごい対策。どこに繋いである？これか。見えるか。ごめんね。あ、建築物が。建築物。蜂の巣みたいのあるし。すごく大きい雲がいるよ。え、本当だ。なんか前さ、あの、うん、餌小屋のシャッターのとこにもいたよ。いた。でかっ。怖い。10センチ弱ぐらい。なんか俺らもさ、自分らでさ、草刈りができるようになりたいよ。ね、そうだね。ちょっと。あ、
いしょ。多分あれだよね、西田さんたちがそうやってネジを落としていくんだろうね。そうですね。でもすごく気持ちはわかる。あ、いいかもね。うん、なんかここが外注ポイントというか、うんうん、そう狙われてる毎年。むしったはずなのに。うわあ。やだね。すごいな。はい。はい、大丈夫。あ、人間の手が離れるとこうもすぐに、うん、自然に戻ってしまう。飛ぶ飛ぶ。気持ち悪い。バッシャー。はい。まだ雑草が若返ったわ。若返った。え、なんか一瞬新緑の緑を取り戻した気がする。ああ。なんだこれ。あれ？え、どうした？ああ。またやっちまった。もう見つからない。そしては、ね、西側に行こう。はい。待てる。いいよ。はい。よいしょ。どこにつけるべき？どこから？まあ、2段目。ね。だけど、向こうの奥。こっちの奥って、いたりするのかな？あ、なんか危険な気がする。微妙に舌開いてるし。あ、じゃあやっていこうか。うん、またこのでかい1枚に中心に1枚1個ぐらいいくかな、ね、かな。スナッチアームに見えなくなる。わかる。そうね。スナッチアーム、スナッチアームも赤と黒が使われている。生まれてる。それを意識して、これを意識して作ったのかな。うん、よし、これよいしょ。ん、ここは全然いいんだ。感覚が違う。うん、この辺でいいか。うんうん。もうなくなりそうだね。あれを持ってきますかね。赤じゃない子。え、腕違いがいるんだ。このアームじゃない子がいる。吊り下げるタイプ。なんとこんなことあるの。折れただけ。死んだんだ。まあいいか。三本いらないしな。そうなんだよね。なんと脆い足でしょうか。うん。あ、いろいろ種類買ったんだ。うん。それで全部かな。これは吊り下げタイプだったはず。あ、おなじみのやつじゃん。そう。あれ？吊り下げられるのか。なんか経費削減みたいな感じで針金がない。
なさそうじゃない。じゃあここのネジを変えてしまえばいいんじゃない。どこ、あー、ここネジ変えてそのまま刺してしまえばいいんじゃない。あー、確かにできるかな。いけそうね。そいつはソーラーが上にある。ソーラーが上にある。あ、でもそうか、ポニタの言う通りこのネジを変えればできそう。あれ、便利だ。うん、このここは何のためにあるんだろうね。不思議。これをこういけそうじゃない？いけると思う。よし、ではちょっとしばしお待ちください。そっちの方が絶対に固定されるからいいよね。ね、あ、ここの穴に通るかしら。通らない。大きい方は通らない。あ、いけるの？いや、ネジがないとダメか。バキャッといきそう。でもそこのリングってさ、うん、あってもなくてもいいリングなんでしょう。そうだね、多分、まあ、一体型になってるけどさ、うん、なくても良さそうな感じ。やってみますかね。はい、ね、一回やっちゃおうぜ。ダメか。あ、だだだ。ちょっとだ。ああ。バキャッとこんな感じがします。あ、ちょっと危険。一人がさ、重さえてんじゃダメなの。ああ。はい、やってみる。多分耐えきれない気がするね。危ない。いったおー、すごい。バキャッ、バキャッできる。いいね。いいか、これでいいか。いいよ。そいつはオンオフとかないの？ない、ないはず。多分ないです。あれ。え、すみません、なくしちゃったの。ここに入れてない。入れてしまったんだ。え、短いやつ。そう、先が尖ってないやつ。ああ、ついてたやつ。そう、もうダンゴムシがいて。よし、次からは気をつけよう。よし、また最初はあれだ、うん、抑えてる必要がある。うんうん、してもらった方がいいな。して
ちょっとめんどくさいです。ああ、うん。めんどくさい。大丈夫、さっきできた。怪我したら私の責任。いける。いった。もういいんじゃないですかね。そうだね。いいやつ。そんな下手じゃないでしょ。いや。ブレることがあるからさ。この辺でいい。この辺だね。はい。ありますよ。どんなに上手な人でも多分あるよ。でも釘と違ってネジは避けれるよ。刺さっても。刺さったとて巻き戻してくれれば元通り。いや。あ、いい感じ。いいね。ついた。よ、あと一個。よいしょ。道具が使えるといろんなことができるね。ここでいいかな。大丈夫だと思うよ。物を向こう、あっちから来ないよね。あっちダチョウいるし、まあ、よし、ではここで。いい感じ。できた。うん、綺麗に止まった。よし。はい。はい、ということで。打ち完了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。